島、頭で合わせた、最後は津田、津田今シーズン初ゴール、長野1点を返します。途中出場の津田がゴールを挙げました。リプレイです。まずセンターバックの大島がここで叩きつけるヘッド、そのボールに津田が合わせました。津田智弘は今シーズン2試合目の出場にして初ゴール。